前城秀人の君ザネクスト。はい、皆さんおはようございます。本日は9月12日の日曜日でございます。先週から、まあ、というか今月からですね、日曜日の9時というところに、金曜日からですねちょっとお引っ越しをしました。前城秀人の君ザネクストですが、まあいつも通りですね、あの元気に健やかにお送りしたいなと思っております。この番組は、今さまざまな活動を社会でねされている、大人の方をゲストとしてお招きし、そのゲストの方の子どもの頃のエピソードについて、伺っていく内容です。子どもの頃の学び気づき、体験にね、まあ、どのような思いがあったのか、そしてこれがどのように未来ネクストにつながっていったのかということについて、迫っていく番組です。子育て中に、まあ、子育てに奮闘中のお母さんお父さん、そして、今頑張っている学生の皆さんに向けて、さまざまな学びや気づき、勇気づけにつながればという思いでお送りしております。はい、それでは、今日もですねこの後あのゲストの方ご紹介していきたいと思います。先週に引き続きということになります。お楽しみにお待ちください。はい、前城秀人の君ザネクスト、本日のゲストの方をご紹介いたします。先週に引き続きのご出演となります株式会社チャタンレイオガス代表取締役の池宮秀明さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、先週ね、あの最初こうちょっと緊張気味でしたけど、はい、もう慣れましたかね。大丈夫ですか。まだ緊張してるんですけど、先週よりはまだちょっと慣れてきました。よろしくお願いします。本日も、はい、あの先週もね非常にあのいろいろお話を伺ってすごい楽しかったんですけど、今日もねいろいろお伺いしてまいりたいなと思っております。でその前にですね、まあ、今日初めてあの聞かれてる方もいらっしゃるかもしれませんので、最初にですね、池宮さんちょっと簡単な、まあ、今されてるお仕事等も含めて自己紹介お願いいたします。はい、株式会社チャタン令和ガスの池宮と言います。弊社は、ガスの販売供給、などやってます。ガスで何か気になることありましたらいつでもご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。池宮さん今すごい簡潔にですねおっしゃったんですけども、あのぜひね僕の方でいいの、チャタン令和ガスさん、ぜひあの今ガスの、料金ですね、やっぱりねガスの料金も毎月の生活コストとして非常にね、バカにはならないじゃないですか。で、これを少しでもですね、例えばちょっとこう削減したいなというふうにお考えの方はですね、よかったらぜひあのチャタン令和ガスさんですねお問い合わせいただいて、今のねガスの料金のお見積もりをね取っていただくのはあの無料でねされているということなので、はい、ぜひ気になる方はあのお問い合わせください。ホームページからお問い合わせもねできるということでしたので、はい、よろしくお願いします。うちもあのお世話になっておりましてですね、非常にあのガス料金がですね、はい、結構なあの削減ができて非常に喜んでおります。ぜひぜひあの皆さん興味持った方はあのお知らせいただけたらと思います。そんなあの、ね、沖縄県、北は本部からでしたよね、はい、本部から、はい、糸満までやっております。はい、幅広く対応しております。あのお問い合わせいただいたら、迅速丁寧な対応ということでね、はいあのはい、されていただくということなので、よろしくお願いいたします。そんなあの活動をされていらっしゃる池宮さんなんですが、先週あの この方は実は野球が本業なのではないかというほどのね、
子供の頃からのね、あの実はお話で野球をずっとされてきたということで、なんかねすごい学びになるお話が多かったなと思うんですよ。あのぜひ、ね、気になった方はですね、まだあのご視聴されてない方は、FM 那覇さんのですね YouTube チャンネルにあのアーカイブで、動画が出ておりますので、ぜひご覧になっていただけたらと思うんですけれど、はい、まずあの僕がやっぱり衝撃的だったことの一つがですね、この自分でね小学校からあの本当に部活終わって帰ってからも一人でずっとやっていってというところで、でそこでね感じた学びっていうのが、そのやっぱり人に一人一人に合ったこうフォームというか、あのやり方っていうのが大事だということを本当にね感じたということで、で僕これ思ったんですけど、これからのそのまあ他のおそらくスポーツでのね取り組んでるお子さんにも当てはまるだろうなと思いましたし、それこそ勉強とかあの自分のまあこれからのキャリアっていうかですね、そこも自分のなんだろう、自分に合ってるこの例えばお仕事だったり、まあ例えば同じ仕事でも自分に合った働き方というかね、自分に合ったなんていうのかな、やり方ってなんだろうなっていうところがやっぱ大事になってくると思うので、なんか全部に通ずるなと思ってすごい大きいなと思ったんですよね。なんか実際どうですか、その時のこの経験、なんかね自分に合ったものを模索していくことって、なんか今のお仕事とかでもつながるなって思うところってあったりしますか、どうですかね。そうですね、やっぱこの、自分にその合ったその環境とかはもう自分でしかやっぱ作っていけないと思うので、その居心地のいい空間は自分で作るようにしてます。なるほど、居心地のいい空間を作るのも大事ですね。自分でしか作れないと思うので、確かに環境も自分で作っていくというか、そうですね、だからなんかすごい、その部分をある意味子供の頃からね野球を通してなんか学ばれてたのかななんて思ったりしました。はい、まあ、そんなお話があったりとかですね、一方でやっぱり正しい知識っていうか、それも必要で、やっぱり自分でやってても合わないことがね、を一生懸命やっててもなかなかこう身にならないと、でこれがまあちゃんとピタリとはまって、あ自分が成長できたっていう瞬間がやっぱりねすごく、あの充実したっていうところもねありましたけども、本当に自分でそうやって見つけていく、自分の成長した瞬間をね掴めた時ってやっぱむちゃくちゃね嬉しいと思うし、まあ、本当文字通り成長につながるんだろうなと思ったりもしました。はい、ぜひぜひあの先週の内容もですねあの取り入れてもらったらと思いますが、そんな池宮寺さんのお話がですね先週最後で、まあ、高校のねところで沖縄水産の寮生活に入られたということで、あの話すごかったですね。何でしたっけ、先輩のニーズに応えるそうことですよね。この、この先輩にそのお願いされた、あのものの、その例えばハサミ持ってハサミ持ってるかって言ったらはいないですじゃなくて、あの探してきますかというところ、相手のニーズに応えるところですね。そこはもう社会人になった時にすごい、はい、もう一番学んだところでしたね。はい、ねえ、いや本当ですよね、これってすごく大事だななんてね思いました、このエピソードもね。これはもうぜひ実践してほしいですね、このですね聞いてる方というか、その、かわいがられるので先輩に、本当そうですよね。はい、ある意味コミュニケーションですよね、これこそ。野球の方も例えばそのキャッチャーやってる時に、この相手バッターが何を狙ってるとか、そのいろいろその角度見ながらやっぱり野球にもつながるんで、そういったところも。なるほどね、そうか、相手が何を考えているか、何を求めてるかっていうところは、そうか、なるほど、これすごいですね。こう考えると本当にスポーツから学べることって改めていっぱいあるんだなって思いますね。いやそんなね、まあ、ちょっとこうことの話を聞いたところでちょっと時間切れっていうことでね今日のところになってるわけですけど、キムさん今日あの高校のところまたいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、沖縄水産といえばあれですよね、当時蔡、はい、蔡監督ですよね、はいはい、すごいこの厳しくて
はい、もう野球すごい勉強させてもらいました。本当そうですよね。なんか僕らの、ねまあ、今それこそあの親世代の、ね、私も含めてですけど、まあ、もう多分誰しもが、ね、聞いたことがある斎監督、そして沖水、ね、野球部ってめっちゃ厳しいらしいぜみたいなね噂ってね、もうあちこちからあの耳にした方もいると思うんですけど、やっぱそのぐらい厳しかったんですね。もう本当に厳しかったですね。この野球しに行ってるのか、その先輩のお世話しに行ってるのか、ちょっと分からなくなった時もありましたね。やっぱり後輩の頃、1年、はい、特に1年生の頃ってやっぱりそういう感じだったんですね。もうそうですね。最初にやっぱ教えられるのが、この3年生は、天皇陛下、2年生が兵隊、1年生がこの奴隷というんですかっていうところから、はい、すごい 今だとね、多分ね。これ確かに1年の時はこれすごく大変、まあまあ学ぶことも当然ね、さっきのお話もそうですしあると思うんですけど、ちょっと思ったのは2年に上がった時、つまり池宮寺さんの言葉を借りれば奴隷から兵隊に上がった時って、なんかあれでした、上がったばかりの時って違和感っていうか、なんかなかったですか？どちらかというと、その企業でいった中間管理職みたいな感じですかね。ですよね。上司とその部下がの間で挟まれて、後輩ができなかったら先輩に怒られるとか。そっか、2年生、1年生が何かおいっていう感じのことを3年生からまあ感じたら、おい2年何やってるんだっていうことになるわけですよね。また沖縄水産すごい面白かったのが、この入学したその日にこの先輩方の名前、あのノートに書いて、その覚えるようにって配って名前を、その先輩の名前全部覚えなさいと言われて、で次に校歌、甲子園とかで歌うので、これを先に一番に覚えなさいってその指令が来ましたね。それまで覚えてますね。先輩の名前を覚え、これも大事ですよ ね、 ね、 もったら社会人としてもね、相手の名前を覚えるってめっちゃ基本ですしね。わーすごいですね。こんなになんか直結するような指導が部活の中であるって、なんか僕なんだかんだでここまでそうなんだっていう話聞いたことない気がします。なるほど。なんか他にもなんかありそうなので聞いていきたいんですけど、他にもなんか社会でこれ使えるぞ的な指導というかありました？そのチームでやっぱ徹底したのがこの挨拶ですね。挨拶、はい、挨拶、この部屋に入る前とか、その人に会ったら、その例えば先輩が3人いたら3回挨拶したり、しかも90度で。ああ3回って決まってるんですね。3人いたらじゃない、これが5人いたら5回。そうか、ね、そうか、なるほど。なるほどね。たまにその数えてる先輩がいるんですよ、はい、5人いるのにお前3回しかしなかったなと。数えてるんだ、怖っ。思いましたね。もう朝一はもうさすがにきつかったですね。朝起きたばっかでその90度挨拶するんで。これは例えば1年生だったら2年生の先輩にも3年生の先輩にもってことですよね。そうですね、はい。ってことは池宮寺さんも2年生の立場になったら挨拶される側に回ったわけですよね。なんか不思議な感じしませんでした？どうでした？どんな感じだ？ちょっとなんかこのあちょっと偉くなったかなって、ね、の感じがしましたね。でその2年生になると、はい、ちょっと挨拶の1年生の時って90度になるんですけど、うん、2年生になるとちょっとこの調子乗って45度とかなるんです。浅くなるんだ。浅くなるんです。でそこでまた3年生の先輩にお前天下意識かみたいな感じで言われそう。天下っていうかこの3あの自分たち時代だったら天下っていう、うんうん、天下取るってなんかよく言われてたので、そういったのを意識してるのかみたいな感じでよく注意されたりしますね。天下取る、天下を取るみたいな、その自分たち時代になったら、その自分たちの天下っていうか、あ、なるほどね、そんな言い回し方してましたね。まあつまりはお前ちょっと調子乗ってるか的な。そうなんです。大事なこと忘れてないかみたいな。そうそうそう、あ、なるほどね。多分池宮寺さんはやってないだろうなと思うんですけど、なんか僕はもう数えたりしてなかったですか？いやいや、僕はもう優しい先輩だったので、さすが、見て見るふりしました。
面白い。甲子園やっぱり行きたかったので、うん、その甲子園行くためにやっぱ後輩の力が絶対必要だなっていうのがあったので、うん、本当ですよね。やっぱりね、これは本当そうです。支えてくれるのはね、やっぱそういう人たちの存在ですもんね。なるほどな。今はどうなんでしょうね。やっぱりだいぶ時代変わってますかね。そうですね、今は多分そんなないんじゃないかなと思いますね。昔の古き良き時代のあれです ね悪しき伝統ですから、悪しき伝統と言ったらいいのかね、古き良きと言ったらいいのか、まあ、いろいろねあるとは思うんですけど、やっぱね、まあまあ、時代は変わってきてるし、うん、でもやっぱりなんでしょうね、今は本当にあの池宮さんからお聞きしてるようなエピソード、その挨拶をしっかりするであるとか、その相手のニーズにね、ちゃんとあのちゃんと受けた答え方をするとか、あと名前を覚えるとかね、うん、いやこの辺は、ね、時代が変わっても変わらない大事なことじゃないかって、ね、僕は、ね、やっぱ思いますもんね。うん、そういうことはなんか、ね、部活内でしっかりとあの先輩から後輩に、ね、なんかちゃんと受け継いでいくってことはあってもいいんじゃないかななんてね、ちょっと個人的には思ったりしますけどね。まあいろいろ変わってますからね、これがどうなのかなのかって論議はあるかもしれないけど。なるほど。いや実際あの池宮さんのところでこの高校野球をしていく中、なんか小中と違うところってあったりしました？高校と小中で違うと、やっぱ一番その違ってるのは先輩関係がすごいひどい、ひどいっていうか、このひどいって言った今縦社会がすごかったなっていう、うん、はい、ところですね。 あと環境ですね、その野球やる環境、はい、この沖縄水産は本当に野球する環境にすごい特化してたので、この競争社会っていうんですかね、この部、うんうん、あの部員もすごい多くて、うん、であとこの他のチームのエースで4番だった子たちがすごい集まってきた時代だったので。あ、そっかそっか、小中ってそうですよね、基本的にはこの地区でっていう人たちでのチームだけど、これが全国の子たちが集まるチームだったので。なるほど、これは全然違います。なんか変な話、あの挫折じゃないですけど壁みたいなのっていうのはどうでした？ありました？あ、もうやっぱありました。すごいこの、うん、一番この入学してやっぱ自信持ってその入学したんですけど、はい、やっぱ僕よりすごい上手な子がたくさんいたので、うん、マジかみたいな感じでやっぱあったりして、でそれでやっぱちょっと焦ったりして、はいはい、その無理して投げたりして怪我したりとかやっぱあったりしました。あ、でもやっぱりそういうのってあるんですね、どうしてもね、うん、なんか上手くなりたいからっていうね一心でついちょっと無理をしてしまうっていう。思い出に残ってるのがその、はい、夜あの練習終わった後、はいはい、夜練習するのは先輩方しかできなくて、はい、じゃあ1年生の時ではどうするかって言ったら夜中練習するんですよ。夜中、2年生かなの時、夜中にその練習、夜中にこうグラウンドを、そうそうそう、あ、使いはするんですね、はい、もうバレないように夜の11時とか12時とかに行ってそのトレーニングしたりとか。で一応でも明かりつけるでしょ。明かりつけますね、はい、多分その先生方っていうんですかね、うん、は見て見ぬふりしてくれてたんじゃないかな。あ、そうなんだ、今は多分やってないと思うんですけど、僕ら時はあって、でその時にこのラーメンとか食べたらダメなんですよ、沖縄水産。その時に、はあはあ、ラーメン隠れて食べたりとかしてましたね。これ大丈夫ですか？先輩聞いてないですかね？先輩聞いてたらもう大変なことまたあの寮生活だったので、はい、この毎週月曜日があの朝の食事がパンが出るんですよ、食パン。で食パンを焼いて食べれるのは3年生だけなんですよ。えで3年生だけパンを焼いて食べれて、はい、でレモンティーがつくんですけど、はい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 、そのセットがすごい美味しそう で、はい、で1年生2年生はパン焼いたらダメなんで、そのや、焼いてないパンにそのジャムとかピーナッツは塗れないんですよ、あの固まって。あ、だからすごいこの焼いて食べるパンがすごい美味しそうに見えて、これも夜中食堂に忍び込んで、でパンを焼いてでトイレで食べたり。そこまでして焼きたいんだ希少希少でしたねそういった時代もあるんですよ。これ焼いちゃダメっていうのはやっぱりこう限られてるし時間がとかのあるかもしれないです ね、 この、まあ、みんなが焼いてしまうとその時間が多分なくなるからっていうその意味合いがあったのかなと思います、ね、みたいな。なるほど、なんか食パンの話面白いもう当たり前のことが当たり前じゃなかったですねすごいな。え、なんかそんな状況でやっぱもうめっちゃ封建社会じゃないですか、はい、もう縦社会じゃないですか。
なんか、まあ、もちろんね今はもう絶対それはねありえない状況だと思うんですけれど、なんかそれだからこそやっぱり学べたことがさっきのねようなエピソードだったりすると思うんですけど、なんか今もしですよそういったあのなんていうのかな、あり先輩後輩の、ところをちゃんと厳しくなんていうのかな区別をつけるというか、もしそういうふうなことをしっかりしようと思った時に、こういうところは何だろう大事にしたらいいなって思うのはどんなところですかね。やっぱこの先輩をやっぱリスペクトしてるところがすごい良かったのかなと思いますね。でそのやっぱ厳しい先輩がすごい多かったんですけど、はい、この練習 の, そのトレーニングの仕方とかいろいろやっぱ先輩が教えてくれたので、なるほど、このなんていうんですか、先輩が後輩にその、トレーニングの仕方とか教えたり、でその挨拶とかそのそういった厳しいところもやっぱ一つの伝統なのかなと思ったりするんですけど、なるほど、やっぱりリスペクトをしっかり持つっていうところですね、なんか確かにそうですよね。今やっぱりちょっといろいろ聞くと、あのいい意味でフラットにはなってるなと思うんですけれど、昔と比べると一方で、例えばその分かんないんですけど、実力が下級生の方が実力ある子がいる状況も起きたりすると思うんですよね。でそんな時に、なんだろうな、やっぱりなんかこう上級生に対して、なんかまあうちらの方が上だよねみたいなところが、なんていうのか、あまりにも表に出てしまうような、そんな状況もね部活内であったりするっていうのもね聞いたりするので、なんかそれはまたどうなんだろうなっていうふうにもね思ったりするんですよね。あとこのすごい、あの高校野球見てて、はい、そのあ、はい、面白いというか、このあの見てて気にしてるところがやっぱあって、その甲子園もそうなんですけど、この選手 の, その眉毛をよく見たりしますね。このだいたいそのチームってその眉毛剃ったらダメとか、そのだいたい決め、あの決め事があって、はいはい、でその決め事の中でこのやっぱ剃ってる選手とかがやっぱすごいいたりもするんですけど、この整えてるだけの選手なのか、その剃ってるのか、やっぱ剃ってる選手とかやっぱ自己主張がやっぱ強い選手なので、その例えばノーアウト1塁とか2塁とかの送りバントの時に自己主張が強いんでバント失敗するなとか、こういうの見ながら思いながら見るのもまた面白いですね。そういうのがあるんですか、これは昔も今も。もうだいたい私生活がそのプレーに反映するので、そのもうこのワンカラっていうか、その、その代わりその面、心が強いっていうか、っていう場面もあるんですけど、これあれですか、下級生がそれやるとさすがに先輩から多いってなりました、はい、当時は。当時は僕らの時はやっぱ剃ったらダメでしたね。ああ、もうそもそも剃るのがダメなんです。3年生でこのだけチームごとで、チームの決めごとで剃らないコーナーって決めてるんですけど、やっぱ剃ってくる選手とかやっぱいたりして。なるほど。ちょっと色気づいたりとか。これまで見て面白いですね。これは今もじゃあ今はそういうところが結構あるから、実際今見てて面白いってところですよね。それは。そうですね。はい、なるほど。ね、ちょうどまあ、これ。変な話をしちゃうとね、またあの高校野球の時期のところでは、じゃあぜひそんなところも見ながらね、ちょっとこう楽しめたらいいかもしれませんね。いろんな楽しみ方があるので。なるほど。はい、まあいろいろちょっとお話を伺ってきたんですけど、そろそろ時間なので、ぜひ、ゲストの皆さんにですね、最後いつもお伺いしているのが、これから未来に向かっていく学生の皆さんに向けて、なんかちょっとこう簡単にメッセージとかエールというかお送りいただけたらと思うんですが、お願いいたします。そうです、この学生の期間をすごいやっぱ短いので、その悔いなくというか、そのいろいろ楽しみながら、あのいろんなことに挑戦してもらったらすごいいいのかなと思います。でこのあと、なんていうんですかね、あの勉強だけじゃなくて遊ぶのもすごいいいんですけど、僕のその座右の銘ではないですけど、この明日の自分に感謝される自分にやっぱなりたいというのがあるので、このなんていうんですかね、この遊ぶのもすごいいいんですけど、今日少しだけでもその勉強とか自分の明日の自分のためになることを一つやることによって、あ、次の日にまたそのテンションを上げてできるので、はい、そういったところですかね。はい、ありがとうございます。まさにこれって自分のための投資の時間をちゃんと一日一日持とうっていう風なねことなのかなっていう風にね、感じましたね。それが本当にね、あの明日
昨日俺はこれだけ頑張った、私はこれだけ頑張ったんだって言える感じで次の日を迎えられるっていうね、すごい素敵ですね。はい、本当でも積み重ねなんだろうなと。でそれをね、本当小学校から自分でいろいろね考えてされてきた池宮城さんだからこその言葉なのかなというふうに思いました。はい、ぜひ、一日ね、本当にあの明日の自分に感謝されるような一日を過ごせるような、まあ、そんなね環境を我々大人が作っていけたらなというふうなところでございます。それではちょっとね時間が押してまいりましたんで、このままエンディングに行きたいなと思います。はい、ということで、先週に引き続きまして、はい、茶壇令和ガス、あ、株式会社茶壇令和ガスの池宮城秀明さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。なんかスポーツもそうだし、まあ、やっぱりこの先輩後輩部活の中でのね関係性っていうのもそうだし、本当にそこで得られるものってあるんですねっていうのを、なんか一つ一つのねエピソードから本当に学ばせていただいたような、はい、この2回の放送だったなというふうに思ってます。本当にありがとうございます。あれですよね、今もご指導とかもされてらっしゃるんですよね。はい、野球教えてるので、はいはい、またこのいろいろ問い合わせしていただければ野球男子はいろいろ教えることができるので、はい、そうなんです。皆さんガスのことだけではなく野球の指導のことに関してもねいろいろお受けしているということなので、ぜひ、まあ、小学校中学校が特 に、 そうです、ね、中学校が今、ね、が一番多いということで、はい、ぜひ今中学で野球をね頑張ってらっしゃるところのお母さんお父さんいらっしゃいましたらですね、ぜひ茶壇令和ガスの池宮城さんにこの点についてもぜひ何かお問い合わせいただけたらなと思います。はい、ガスでも野球でも皆さんの力になると思います。ということで、前城秀人の君ザネクスト2週にわたりまして、株式会社茶壇令和ガス池宮城さんと一緒にお送りいたしました。また来週も素敵なゲストの方とともにお送りしたいと思います。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。さよなら。